はい、どうもハピネスダークのハピネスです。お姉ちゃんバラオリジン100回防火になった地染めの死体獲得はこうやった、動画やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。この動画からねハピネスのこと初めて知りましたっていう人ももしかしたらいるかもしれないので簡単にお姉ちゃんバラオリジンどんぐんだけやってんのっていう話をね、しておくと、こちらね、先日ちょうどねお姉ちゃんバラオリジンのトロフィーコンプをして、あとクエストとかも全部終わってます。でエクストラミッションも150回以上までやったりなんだりやってるよみたいな、まあそんな感じの、状態ですね。で今回はその獲得してきたトロフィーの中でもこの地染めの死体100回防火になったっていうね、まあこれについての解説になるんですけれども、このトロフィーね普通にプレイしてても結構獲得しづらいトロフィーの一つなんですよね。もちろん王道ではねエクストラミッションの階層をプレイするとかまあいろいろあるんですけれども、まあ今回はねそれとはちょっと違った方法の解説になります。早速ね具体的なやり方についてなんですが、ストーリー行ってここチャプターセレクトから、チャプター4のこのウロボロスっていうところ行きますね。でまあノーマルでも行けなくはないんだけど、ノーマルちょっと敵が弱いのでちょっとできるならハード以上、まあバイオレントは敵が強すぎるんでまあハードぐらいがちょうどいいかなと思うので、まあ一回ねステージをバーッとクリアした後にまあハードでやるのがおすすめかなと思います。まあ1からやってもねそんなに時間かからないので、チャプター4までだったらちょっとハードを解放してほしいかなと思いますね。まあキャラクターは何でもいっちゃ何でもいいんですけど、そうですね、まあサッキーとアヤかな、でこの2人を連れて行って、出撃します。でステージが始まったら、先に確認したい項目があって、ここのプレイヤーというところのこの今先についているイミチの指輪ってやつですね、まあ、こいつをつけておきたいです。さらに2人とも、今ねアヤにはちょっとついてないんですけど、アヤにもつけます。でこのゲーム、2人ペアリングで指輪つけてると効果が、上昇しますよっていうやつなので、このイミチの指輪、汚れが上がりやすくなるが防御力が減少する、まあ要するにその効果が2人とも、同じ指輪つけてるから効果が上昇しますよみたいな感じです。まああと2つの指輪に関しては別につけてもつけなくてもどっちでもいいって感じですね。とりあえずイミチの指輪が欲しいですよと。であとアイテムの中に結界っていうアイテムがあるんですけど、こいつを使います。で汚れゲージが少し増加する、さらに暴走防火中は体力が少し回復するっていうやつで、まあこれを使うことで、まあ、人為的にみたいな感じでその暴走状態に近づくことが可能なんですね。でこの結界っていうアイテムの入手は目の前にいる便利なエネミー、このマットマンさんですね。いやいくら殴っても死なない便利な便利なエネミーさんです。こいつはぶっちゃけねこのパリーをして、まあ、このクールフィニッシュってやらないと仕留められない、ちょっと特殊な敵なんですね。いくら殴っても死なないというような敵になってます。でこいつをこうやってね仕留める際にクールフィニッシュすることによってこの結界のアイテムが手に入ると。でこの結界のアイテムもうこのステージに入ってきたらすぐ使っちゃいます。要するにこのスタートしました、この時点で3つ使います。今1個使ったんですけど、サキちゃんのところになんか水が溜まってますよね。これを3つあと残り2つ使うとほぼほぼマックスまでいきます。でそこでこうマットマンとかを殴ると、まあイミチの指輪のおかげでね汚れが溜まりやすくなってるのでこう暴走状態になりやすくなってます。今こんな感じでね、そう今なりましたね。でまあここで普通に殴って倒してもいいんですけど、まあここは結界、今使ったので結界を取り戻したいということでマットマンをパリーして、クールフィニッシュをかまします。これで今使った分1個取り戻しましたね。でこのステージ、1人マットマンを倒すといっぱい敵が出てくるのでこいつらを倒します。ひたすら出てくる敵を、目の前の敵を暴走状態で倒していきます。そうすると今アイコンがひび割れてますよね。このひびが割れるっていうのは防火状態に近づいてますよっていうことなので、どん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 暴走状態が切れちゃう前に、どんどん敵を倒します。こんな感じでね、そうすると今こんな感じでちょっとギリギリだったけど防火状態になりました。これで防火状態1回カウント稼ぎましたね。で今度はもうマットマンに対してクールフィニッシュをかましていくだけです。ちょっと今周りいないんですけど、何体か倒してるとまた数体出てくるのでそいつを出しましょう。なんでマットマンを倒すのかっていうと、その使った分の結界今4つなのでもう1個持っときたいんですよね。最低3つは結界を用意しておきたいという感じです。そうするとこのループで防火状態を稼ぐことができるので、これで今結界が5つになりましたね。でここまで来たら5つゲットしたら
このままリスタートを選びます。ちょっとずるいんですけどね。このリスタートを選んでゲーム内ではもう防火状態1回になりましたっていうカウントがされているのでリスタートしても大丈夫です。なのでこいつを選びます。そうすると最初に戻ってきますよね。そしたらまた、この結界を3つ使います。そうすると今また汚れがほぼほぼマックスの状態に溜まりましたね。でまあこいつ殴ってもいいんですけど、ぶっちゃけこいつ倒して次の敵の大群で暴走状態になった方がいいですね本来は。さっきちょっと違うやり方したけど、うん、そうじゃないとあのマットマンがいつ攻撃してくるか分かんなくて、その待ってる時間の間に暴走状態のゲージが減少しちゃうので、まあ、だったら暴走状態になった直後からこの防火状態稼げた方がいいじゃないかということで、このままどんどん攻撃をしていきます。まあもう今さっきギリギリだったけど順調に溜まってますよね。あとちょっとで防火になれるぞって、はい、こんな感じで、あ、なんなかった、なるかなと思ったけど、もうとりあえず敵をね倒してればいいので回避してもいいししなくてもいいしと。でこれでまた2回目を稼げましたね。でさっきと同じように帰る前に、あ、結界くださいみたいな感じでマットマンをの攻撃をパリーします。でこれで OK で、周りにマットマンいないなーって思ったら、敵を倒しましょう。そしたらそのうち出てくるので、で実はこの敵倒すのも実は無駄じゃなくて、このクエストっていうね、どれだこれだ、これのジェノサイダー終わってなかったらこれの回数を稼ぐことができます。防火状態で数多くの敵を倒す、最大2000体なので、まあこれを副産物としてカウントを進めることができるよみたいな、そんなところもあります。でこれでまた取り戻しましたね、5個。そしたらリスタートすると、であとはもう今の繰り返しです。結界を3つ使って防火状態まで行くという感じになります。で今短時間、ここの解説の短時間でほぼほぼカットしてないと思うんですけど、まあ、10分で2回とか、まあ、5分に1回ぐらいの計算ですね。まあそれでできるので1日10回とかやってもまあ大体10日間で防火状態100回はもう稼ぎ終えるかなって感じなので、時間的にも結構あの早いと思います。ちょっと作業感あってずるいので、こういうやり方嫌いだなって思う人はね、この方法はやんない方がいいんですけど、エクストラミッションの回想とかでやるのが一番だと思いますが、まあこういう方法もあるよという感じです。でさらにはクエストのね、このアイテムドランカー、幾度もアイテムを使用する、これを稼ぐこともできるので、まあ結構そこそこ実績関連の副産物は多いですね。あとさらにはパリーマスター、これも稼ぐことができるので、まあここで達成はどこまでできるかわからないけれども、人によると思うけど、まあ、一応回数を稼ぐことはできますよという感じです。まあ防火がね、何回起こったかっていうのはちょっとゲーム内で確認する部分がないので、あと何回かって、まあ最低1日10回、そしてかつ日数的に10日間、まあそのぐらいやってれば確実に実績、まあトロフィーを獲得することはわけないかなという感じです。おすすめの流れとしては、まず普通にニューゲームノーマルを終わらせた後にハード、バイオレント、まあ、バイオレントまでやらない人はハードまでかな、やって、で、エクストラミッションの最低51階層、まあ、101階層解放まででもいいかな、まあ、そこまでやってから、あそこのマットマンとのその防火状態のプロセスをやるのがいいかなと思います。そしたら、多分何回かは防火状態に慣れてるはずなので、目いっぱい100回まであのマットマンでやんなきゃいけないっていうことではないと思うんですよ。最低何回かは稼げてるはずなので、その残りの分をあのマットマン使って稼ぐってことができるので、まあ気持ち早めに実績解放までできるんじゃないかなと思います。後回しにしちゃった方がね。まあもちろんね、階層で道の指輪をつけて、1階層ごとに何回かなれるのかね、1回なれるかなれないかぐらいだと俺は思ってて、でも確証が欲しいので俺は結構その妨害になれるっていうね、うん、まあ、なのでこのエクストラミッションを使ってね、戦いの練習をしながら防火状態になったっていう回数を稼ぐ、まあそういうやり方もあるし、実際俺もやってたので、うん、そういうのもおすすめだったりします。はい、そんな感じです。また情報があればね、随時情報発信予定ですので、チャンネル登録やコメントで応援していただけると嬉しい限りです。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。ハピネスダークのハピネスでした。バイバイ。